リファイ。今日はですね、スタミナをつけるためのこの特別な直球を着ております。この直球は実はね、20キロまで重りをつけることができて、こういった多分1ポンドだと思うんですけども、この重りをポケットに1個ずつ入れて負荷をかけることになってます。実際20キロまで行ったことがあるんですけども、20キロともなるともうね、寝た状態でこの直球を着て、こうやって支えてグッと立ち上がらないと、あの20キロの重りをこう立ったまま着るのはほとんど不可能な状態です。あと脱ぐ時も寝転がって脱ぐようになるんで、やっぱものすごい負荷ですね。相当慣れていったら別なんですけども、これはね、私もね、以前これを買って使ってみて、あの本当に数ヶ月で挫折した覚えがあります。というのが、歩くたんびに息が切れるんですよね。ものすごくスタミナを要する、体力を取られる、で息が荒くなる、歩くだけでもむちゃくちゃきついんですよ。ですんで、今回リファイトクラブでね、スタミナをつけるために、お前これを使えと呼ばれたような気がしまして、倉庫から出してきました。まだ新品同様で綺麗です。この上に、まあさすがにこのまま歩くとね恥ずかしいんで、ジャージなどを着て、防弾チョッキのようにねやっていけるんだと思う。まだちょっとこっちの肩が痛いんで、さささと切れないんですけども、早くこの肩も回復させていかないと、ワンツーが打てないですね。ジャブしか出ない、右しか出ないんで、これじゃ勝負にならないんで、早く回復しないといけないなっていうところでございます。場合によっては整体に行ってグッと直さないといけないと思いますが、まあ五十肩ってやつ厄介ですね。でこの重り今のところつけてない状態だけど、あ、ついてるな、ついてますね。2ポンドついてます。2ポンドだから 900g ぐらいで、直径自体が2キロぐらいあるんで、3キロぐらいの負荷をかけてる。今だったらちょっとね、コートを羽織ったぐらいの負荷しかかかってないんで大したことはないんですけども、この重りがずしっときますんで、多分ね5キロ背負うと、もうさすがにかなりのスタミナなんじゃないかなと思いますね。でこれを持ってトレーニングに行くと、トレーニング先でこれを脱ぐことがもしかしたらできないかもしれないんで、これちょっと使い方を考えないといけないなっていうところですね。はい、まあ昨日ね、ボー君がこの直近のことを話題に出してたんで、おお持ってるぞと思って、ここに準備してきました。まあこういったね、機材はね、あることはあるんですよ。他には特にないか、あのリストバンドとか、あと足に巻く重りね、砂のやつ、3キロと5キロを持っていたんですけども、使い込んだ挙句破れて砂が出ちゃったんで、今捨ててしまってないんですよね。だから使えないんですけども、また必要とあれば準備しようかなと。とりあえずこの直帰でスタミナ訓練をしようかなと思います。これで山登りをして息が切れて、それこそ4つ前になって帰ってくるような感じで、最初はヘトヘトになると思いますけども、これも2ヶ月ぐらい経てば当たり前のように5キロとか10キロは装着したまんま、サク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 歩けるんじゃないかなと思います。スタミナはこれでやっていこうかと思います。それじゃあ。